今日はですね、以前から作業を進めてたこれデンドロビウムですね。はい、これのちょっと作業の続きをやってみたいなと思ってます。こいつデカールがついてないんですね。シール類が何にも。なのでこれを買ってきました。ガンダムデカールですね。はい、一応これがマスターグレードの RX78-2 ガンダムバージョン 2.0 用の、水転写式のシールなんですけど、デンドロビウム用っていうのがなかったんで、まあ同じガンダムなんでこれを買ってきました。でこいつにね、色を部分塗装をしたこういうのにね、ちょっとはいデカールを貼っていこうかなと思っております。はい、特にね、どこに何を貼るとかっていうのを決めてないんで、なんかね、このデカールを見ながらね、ちょっといろいろ考えながらやっていこうかなと思っております。はい、通りちょっと貼ってみました。まあ今回あんまりいっぱい貼ってないです。なんとなくね、ここかなみたいなところに雰囲気で貼ってます。はい、で最後にこのトップコート、これを拭いて組み上げて、いよいよ完成です。はい、今トップコートを拭いて乾燥中です。ステーメントガーベラの塗装準備が終わったので、こういう感じですね。はい、まあ部分塗装ですけど塗っていきたいと思います。ガーベラに関してはほぼもう全塗装に近いんですけど、まあちょっと塗っていきたいと思います。塗り終わりました。こんな感じですね。ちっちゃいんでめっちゃめんどくさいっす。はい、であとは乾くの待って炭入れ、あとグレー部分がちょっと足りないんでグレー塗って墨入れしてトップコートで終わりですね。はい、というわけで完成しました。550分の1デンドロビウムです。部分塗装とね、ちょっと水転写デカール貼ったぐらいですけれども、とりあえず完成しました。ね、一番大変だったのがこのガーベラと GP03 の塗装かもしれないですね。とにかくちっちゃいんですよ、550分の1なんでね。はい、まあこういう感じでなんとなく仕上がってるかなという感じですね。はい、でガーベラがテトラがこんな感じです。はい、まあ、別にガーベラあれですけどね、仕上げなくてもよかったんですけどね、単なる付属品なんでね。でもまあ一応ついてたんで、色塗って墨入れしてトップコート拭いてあります。はい、でこっちの本体の方ですね、本体っていうかデンドロビウムの方ですね。はい、こういう感じです。ところどころにね、デカールこういうのとか貼って、あとは部分塗装して墨入れしてトップコート拭いて仕上げてあります。まあね、素組みのやつと比べてもらえれば多少違って見えるかなっていう感じですけどね。はい、こういう感じで仕上がりました。
じゃあちょっと GP03 搭載して各ハッチとかオープンさせてみたいと思います。はい、覚悟を展開させてみました。こんな感じです。はい、よしよしにね、こういうとことかにデカール貼ってあったりします。はい、まあ塗装はめっちゃ粗いですので、そこはちょっとご了承くださいという感じで、はい。でデカールあんまりいっぱい貼ってないです。ちょっと控えめに貼ってみました。こういう感じですね。はい、中にね GP03 も入ってて、こういう感じですね。ちゃんと可動もここも可動したりとかしますんでね。はい、まあまあ素組み状態よりは色が入ったんで良くなったんではないかなと思います。はい、というわけで今回紹介したのは HG550 分の1デンドロビウム部分塗装とデカール貼っての仕上げでした。まあまあそんなに手をかけずにやってみた感じですけど、何もやらないよりはね、色が入ってかっこよくなっていいんじゃないですかね。はい、かっこいいキットだと思います。じゃあ今日はこの辺で、またねー。